どうもー、みつでございます。今回は登録販売者試験第4章丸1、4章の攻略法っていうことについて動画を撮っていきます。で、僕のチャンネルなんですけども、まあこういうふうに資格の合格講座とか医療の話とかですね、いろいろ話していくんですけども、チャンネルの再生リストっていうところに分かりやすく分類されてますので、よかったらチェックしてみてください。まあ、あとは動画が役立ったとか、興味ある動画だけでも見るよって方は、よかったらチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。それじゃ話していくんですけども、まあ、今はね、3章の丸42まで行ったんですけども、まあ、日程上ですね、ちょっと試験が迫ってるからちょっと焦ってるとかね、まあ、いろんなね、都合があると思いますし、まあ、僕の動画はね、5年10年経っても使えるものも多いとは思うんですけども、まあね、そのスケジュールがいろいろ皆さんあると思うんで、ちょっとね、4章をどういうふうにこう勉強していったらいいかっていうのをちょっと話そうと思うんですけども、でね、まあ、ここは別の動画でもね、ちょっと話してるので、まあ、この辺は本当にさらっといくんですけども、まあ、1章がね、90% 正解の、まあ、18問、まあ、これが目標ですと。で、2章は僕結構ですね、図を使ったりとかですね、まあ、語呂合わせとかね、まあ、やってるんですけども、まあ、これが 70% 正解の14問目標と。で、3章はね、もう死ぬほどね、頭がパンパンになるぐらい語呂合わせを出したんですけども、これはね、やっぱこけやすいとこでもあるんですよ。例えばね、わからない問題が続いちゃってちょっとね、頭が真っ白になっちゃうとか。だから、まあ、6割のね、24問を、まあ、当てましょうというようなことでね、ちょっと目標としては僕は出してるんですけども、で、4章っていうのはですね、その過去問中心で、まあ、あとはですね、その法律の穴埋め問題みたいなのが出るんですよ。この法律の中にね、こう穴がこう3つぐらいあって、この A と B と C の組み合わせはね、どれだとか。まあ、そういう問題とかですね、あと若干ね、数字が出てきたりとか、まあ、あとはですね、この文章の関連学習、まあ、僕ね、覚え方プラス関連学習の方も推奨してるんですけども、まあ、この辺がちょっと大事になってくるねと。それでですね、まあ、テキストをね、買ってる方が大半だとは思うので、そのテキストにですね、4章はいろんな表がついてると思うんです。なので、表をね、イメージしてこう目を閉じた時にその表をね、思い出せるかどうかっていうのをね、ちょっとやってほしいなというのがあるんですけども、まあでもですね、まあ、数字も少なくて非常に狙い目ですって書いてあるんですけど、まあ、その14点で OK ですと。で、なんだったらですね、まあ、その僕の語呂合わせがうまくいって、2章がね、14点じゃなくて15点取れたとか、3章が24点じゃなくて25点取れたとか、そういうふうに1点プラスするとですね、まあ、4章が、まあ、13点とか場合によっては12点でも大丈夫ですと。まあ、そういうような話になってくるわけですね。まあ、ただ、5章もね、14点がちょっと目標なんで、まあ、できればね、第4章は12点じゃなくて、まあ、14点とか13点は獲得したいなという形でですね、まあ、僕はこの1章2章3章っていうね、これ84点方式っていうのをおすすめしてるんで、まあ、野球に例えるとですね、その確実に1点取る野球みたいな感じですね。だから犠牲フライで1点、犠牲フライでいい場面でホームランを狙ってですね、空振りしたらもったいないじゃないですか。だから120点で受かっても84点で受かってもですね、まあ、同じなんで、まあ、僕はね、この84点で、合格っていうのをね、推奨してるんです。で、ちょっとね、具体的に中身を見ていくんですけども、このね、まあ、ポイント1として、まあ、これちょっと数字が出てくるんですけども、まあ、登録販売者っていうのは、そのね、登録してる項目に変更があった時はですね、この30日以内に、届け出をね、出さなければならない。まあ、これも数字ですよね。で、こういう数字とかですね、まあ、あとは、誰にですね、誰に届け出を出さなきゃいけないのか。これは厚生労働大臣とかね、あとはこれが15日以内とか、まあ、こういう引っ掛けがあったりするわけです。だから、まあ、こういうね、30日以内とかって、この下もいろんな数字がね、いくつか出てくるんですけども、ちょっとね、ページを振っておくといいのかなと
というふうに思いますね。まあ、あとこの誰がっていうところも大事になるので、それでですね、まあ、ポイント2として、まあね、その医薬品の販売業っていうのはですね、まあ、当然誰でも彼でもできるわけじゃなくて、まあ、許可をね、受けた人じゃなきゃまあできないよというふうにね、書いてあるんですけども、まあただね、医薬品の製造企業ってあるじゃないですか、あの作ってる企業、まあ、その作ってる企業がですね、その一般の生活者以外のね、まあ、薬局開設者とか、その販売業者ですね、まあ、ドラッグストアとかですね、まあ、そういうところにね、売る場合っていうのは、まあ、許可を受ける必要はないと、まあ、こういうのはね、あるんですけども、基本的には、許可を受けないと、医薬品っていうのはね、販売しちゃダメだよってなってるんですけども、このね、まずその販売業の許可については、まあ、こういうね、まあ、店舗販売業の許可とか、まあ、配置販売業の許可、卸売販売業の許可っていうことで、まあ、3種類に分かれてると、まあ、これも数字なんで一応ね、これもちょっと押さえていってほしいんですけども、まあ、こういうね数字がちょっとだけ出てくるんですけども、まあ、この辺はね、テキストを読んでいただけるとだいぶ分かるとは思うんですけども、それでですね、まあ、この辺を、ちょっと見ていくとですね、まあ、この一般の生活者に対してね、販売をできるのは、まあ、この2つだよとか、まあ、そういうのもあるんですけども、ですね、これでその薬局開設とかですね、医薬品の販売業の許可っていうのは、6年ごとにですね、その更新を受けなければその期間の経過によって効力を失うと、こういう数字が出てるわけです。まあ、これはね、その薬剤師さんになるためには6年間勉強しなきゃいけないと、まあ、こういうところとね、ちょっと関連付けて覚えてほしいんですけども、まあ、さっきのね、30日以内とか6年とかね、まあ、あとは3種類とかね、まあ、多少数字が出てくるんで、ただ数字が出てくるのは非常に少ないんですけども、まあ、あとはですね、このね、店舗でね、販売する業者っていうのは、まあ、その責任者をね、置かなければいけないっていうのがあるんですけども、で、このですね、その店舗管理者っていうのは、薬剤師かね、登録販売者じゃなきゃダメだよと、まあ、そういうふうに決まってるんですけども、このですね、陽子堂医薬品とか、第一類医薬品って言ってですね、薬剤師さんしか販売できないっていうね、お薬があるんですけども、まあ、こういうものをね、販売したりするお店っていうのは、基本的にはですね、その薬剤師さんをこのお店のね、管理者にしないとダメなんですけども、このできない場合っていうのはですね、緩和措置みたいなのがあるんですね。で、ここでちょっと数字が出てくるんですけども、その、まあね、登録販売者でも、なることができると。まあ、こういうね、登録販売者として、薬剤師さんとかね、まあ、そういう方のもとで働いてた期間っていうのが、過去5年間のうちですね、通算して、3年以上あると、登録販売者がね、店舗の責任者になるっていうことがあるんです。だからここもね、ちょっと数字が出てきてるので、こういうね、数字をちょっと押さえてほしいっていうのがあるんです。ただですね、その、まあ、特例みたいな形でですね、その店舗のね、責任者を、登録販売者にするので、そのね、登録販売者を、補佐する、薬剤師さんっていうのを、置かなければならないよということですね。まあ、ドラッグストアだとね、こういう形で、やってるっていうところも結構あるんじゃないかなというふうに思うんですけども、まあ、そのね、5年のうち3年とか、まあ、これも数字なんですけども、でですね、まあ、この2類とかね、3類っていうお薬だと、まあ、登録販売者も、販売することができるんです。それでですね、まあ、これに関しては、少し甘くてですね、まあ、こういうようなね、要件はあるんですけども、まあ、こっちはですね、5年通算して2年間あることが必要ですということでですね、その2類とかね、3類に関してはちょっと甘いよと
いうような形でね、出ているんで、まあ、詳しくはね、ちょっと読んでいただけるとわかると思うんですけども、まあ、今回はですね、ちょっと数字の部分があるっていうことをね、ちょっとお伝えしたいっていうことと、関連学習のね、部分をちょっと説明したいので、まあ、あとですね、その毒薬劇薬っていうのがあるんですけども、この毒薬劇薬っていうのはですね、他のものと区別して、貯蔵ですね、陳列しなければならないと、まあ、こういうところがあるんです。で、これもね、ちょっと覚え方のポイントがあってですね、この特に、毒薬についてはですね、貯蔵とかね、陳列するっていう場所は、鍵をね、つけなければダメだよと、まあ、そういう決まりがあるんです。だから、まあ、毒薬と劇薬を比べた場合にですね、その毒の方がストレートにやばいっていうイメージってあるじゃないですか。毒を飲んだら死んじゃうとかね、その劇を飲んだら死んじゃうってあんま言わないじゃないですか。だから、まあ、毒薬の方がちょっとねリスクが高いっていう、まあ、一般的に持ってるイメージをそのまま持っていただきたいんですけども、まあ、そういうところでね、鍵が必要なのは、毒薬っていうね、まあ、これもちょっと大事なポイントではあるんですけども、で、これがですね、そのマークがあるんですけども、この毒薬とね、劇薬とどっちがどっちだかね、分かりにくくなっちゃうっていうのがあるので、僕のね、おすすめとしては、劇薬の方をね、ちょっと覚えていただくっていうのがね、一番いいと思うんです。まあね、ちょっと画面にもちょっと出せると思うんですけども、まあこういうようなやつですね。なので、これを見るとですね、容器などに、白地にですね、赤い文字で、赤枠という感じなんですけども、なんとなく、なんていうのかな、ここをね、塗りたくって、ここが白い文字ってあんまりないじゃないですか。こういうね、白い紙に色ペンで書くっていうのはね、多いと思うんで、こっちの方が比較的覚えやすいと思うんで、これをね、劇薬をちょっとパッという形で覚えやすいと。要するに白い紙で、赤字でね、書いてると。で、枠は赤だと。これをインプットしていただくとですね、この毒薬は逆なんですよ。色はね、黒、まあ、毒は黒っていうイメージが多分あると思うんですけども、で、毒薬っていうのはここがですね、黒いわけです。劇薬はこれ白ですよね。ここが黒で、で、ここの文字が白と、それで、枠も白っていうことでですね、この逆なんですね。色がついてるところが逆になるということなんで、劇薬のね、これをしっかり覚えていただけると、毒薬はこれの逆だと。劇薬で色がついてるとこは、毒薬ではね、色が抜けてるということで覚えてもらうといいかと思いますね。まあ、あとはですね、この毒薬または劇薬っていうのを、14歳未満のね、方とか、その他安全な取り扱いに、不安のある人、まあ、こういう人に交付するっていうことは禁止されているよと。これはどっちもですね。鍵をかけなきゃいけないのは毒薬ですね。で、まあ、その毒薬も劇薬もその別のねものとごっちゃにならないようにしなきゃいけないっていうのはあるんですけども、この年齢制限に関しては毒薬も劇薬もね同じっていうことで、まあ、これは覚え方ですね。一発で死ぬっていうことで僕覚えたんで、一発で死ぬですね。毒薬劇薬は危ないから一発で死ぬっていうことでね、ちょっと覚えてみてください。で、ポイントの5なんですけども、さらにですね、この毒薬または劇薬を一般の生活者にですね、まあ、例えば僕とかですねに対して、まあ、販売とかね、譲渡する場合っていうのは、そのね、医薬品を譲り受けるものから、まあ、例えば僕がね、売ってもらうとしたら僕からですね、まあ、こういうものを、まあ、聞かなきゃいけないということになってるんです。まあね、文章とか、まあ、一定のね、条件を満たす、
電子ファイルでも OK なんですけども、まあ、こういうもののね、交付を受けなければならないっていうふうになってるんですけども、まあ、これを見るとですね、その年齢とかね、性別とかっていうのはないわけですよ。このね、名前やなんかはありますけど、まあ、住所とか職業もありますよね。だけど年齢や性別はないと。この第4章の中でですね、まあ、こっちにはね、年齢とか性別があるけど、こっちにはないっていうのがね、ちょこちょこ出てくるんで、まあ、これはですね、過去問をどんどんやっていくと、いいのかなと。あとは書き込みをしていくとかね、そういう形でいいんじゃないかなと思うんですけども、まあ、ここがね、若干数字が出てくるところと、こっちにはあるけどこっちにはないと。まあ、そういう部分がね、あるっていうのが、気をつけなきゃいけないという部分なんで、まあ、これちょっと比較するとですね、この陽子同意薬品って言って、まあ、薬剤師さんしかね、販売できない商品なんですけども、まあ、これをね、販売したり、授与ですね、まあ、譲り渡したりする場合にはですね、この薬剤師さんに次にね、説明する項目っていうのを確認してもらわなければならないというような規定があるんですけども、まあ、ここを見るとですね、まあ、こういうような形で逆にね、こっちの方は、まあ、氏名とか住所とかがないわけですよ。だからこっちにはあるけどこっちにはないと、こういうところをね、ちゃんと押さえるっていうのが、ポイントかなと。ただね、確かに全部いっぱいあるんで、4章に関してはこういうね、ポイント大枠をある程度分かった上で、どん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 過去問をね、やっていくっていうのがいいんじゃないかなというふうには思いますね。とはですね、まあこんな感じですね。まあいろいろありますけども、そんなに細かいところをね、全部が全部ついてくるわけじゃないんで、こういうポイントを勉強すればいいんだなっていうところをね、分かってるといいんじゃないかなというふうに思いますね。まああとは、毒薬または劇薬についてはですね、この店舗の責任者が、薬剤師でね、あるところじゃないと、開封してね、販売等は、してはならないとされているよというようなことですね。まあちょっとね、その毒薬劇薬のそのマークの覚え方と、なんていうのかな、勉強のこの方法をね、今回はちょっと説明したいなと思って話してるんで、中身はね、そこまで詳しくは見ていってないんですけども、あとですね、僕がその3章とのね、関連学習っていうことで今までもね、2回とか3回とかちょっと取り上げたと思うんですけども、この4章の中にですね、乱用等の恐れのあるものとして厚生労働大臣がね、指定する医薬品っていうのが出てくるわけです。で、これがですね、何かっていうと、エフェドリンですね、1個目が。まあ、ドリンってついてるんで、ドリンとかゾリンっていうのがついてるのは、まあ、アドレナリン作動成分でしたよね、と。それで、生薬魔王がね、このエフェドリンっていうのを含んでるね、と。まあ、そういうところなんですけども、あとはね、鎮外巨炭薬の麻薬性鎮外成分で出てきたですね、コデインですね。コデインは、ただ、カッコしてですね、鎮外巨炭薬に限ると、乱用の恐れがある場合、ということですね。出てきましたと。それで、あとは、同じね、コデインってつくもので、ジヒドロコデイン。これも、鎮外巨炭薬に限るということでですね、ちょっと気をつけておいてください。で、まあ、あとですね、モルヒネと同じ基本構造で依存性があると。コデインとですね、ジヒドロコデインですね。まあ、これが、鎮外巨炭薬のところで出てきたんですけども、これね、僕もちょっと自分の動画見直して、覚え方ちょっとね、僕も忘れてたんですけども、まあ、モルヒネなんでね、モルモットに、ライデイン、ギガデインですね。ドラクエの呪文ですね。雷に落ちてくる。モルヒネのモルモットにライデイン、ギガデインですね。コデイン、ジヒドロコデインなんでね。で、びっくりして、咳が止まると。まあ、鎮外巨炭薬でね、説明してたので。で、雷が癖になる。それはモルヒネと同じ基本構造で依存性があるから、まあ、癖になる。まあ、こういうような形でかけてたので、まあ、あとね、もうちょっと出てくるんですけども、必ずですね、
こういうのが出た時にお薬に戻ってお互いにね、ページを振っておくっていうことが記憶をねより定着させる、まあ、そういうねポイントになりますので、ぜひですね、ちょっとやってみてください。あとブロモバレリル尿素ですね、もうこれも何回も出てますよね。でこれは、バレーでね、ブロックして、レシーブの痛みを、軽減すると、要するにね相手チームがスパイクバーンって打ってくるのをブロックして、その勢いを軽くしてレシーバーの痛みを軽減すると、まあ、それで鎮静だよということでね、これも説明したんですけども、まあ、これも大臣が乱用の恐れのねあるね医薬品ということで指定してますので、チェックしておいてください。風邪薬とかで紹介しましたよね。あとはプソイドエフェドリン、メチルエフェドリンですね、まあ、ドリンドリンってついてるんで、アドレナリン作動成分だねということでね、まあ、そうなんですけども、まあ、これは、風邪薬とかね、まあ、内服アレルギー用薬で、解説しましたねと、まあ、あとね、下のメチルの方は、風邪薬とかね、鎮痒去痰薬で、解説しましたよねというような形なんで、なかなかねこれちょっと覚えにくいとは思うんですけども、ぜひですねちょっとページを振っていただいて、テキストとかね持ってる方っていうのはこの名前で引くと何ページにってこう出てくるじゃないですか。だから必ずですねこの3章のねお薬の部分と4章のねこの乱用の恐れのある薬、まあ、これをね必ずですねちょっとページを振っておいていただけるといいのかなというふうに思いますね。まあ、今回はね、ちょっと4章のポイントっていうことで先行して話したんですけども、まあ、4章に関してはですね、3章みたいにどんどんその試験作成の手引きにね、沿ってやるっていうよりもですね、こういう問題が結構いっぱい出てるよとか、まあ、そういうようなポイントでね、出していった方がいいんじゃないかなと。まあ、あとは、こういうポイントを踏まえた上で、過去問をね、自分でどんどん解いていくっていうことでかなりカバーできるんじゃないかなというようなね、部分があるんで、スケジュールのね、関係もあると思うんで、今回はちょっと先行してね、話をしてみました。今回はこんな感じになりますので、それじゃあまたお会いしましょう。じゃあねー。バイバーイ。